はい、それではやっていきましょう。今回の英文はですね、そんなに長くはないんですが、ポイントがあります。さあ、まず SV から取りますよ。Some scientists,S, have argued、まあ現在完了形になってますね、V。 で、アーギュ u の意味はそんなに難単語、難しい単語ではないんですが、もし分からなかったとしても気にしないでください。これは予測がつきます。というのも、後ろを見るとですね、ざっと SV って来てるので、接続詞のザットの塊が目的語になってるんだなって分かりますね。ね <ô> ここが S' で、ここが V' と。ということは、 ですか接続詞の「That」が目的ようになってるということはこの動詞の意味はだいたい予測がつくんですよ。はいじゃあちょっと説明させてください。はいこれはですねものすごくよく出てきますのでぜひ押さえてほしいんですがこの形よく見ません ?SVThat という形まあ一番簡単な単語で言うと「Think」ですね I think that he is that honest he 彼は正直だと私は思います とか、あと言うってことね。ですね say. He said that he be a scientist. 彼は科学者になると言いましたみたいに、ね、この say think のように雑説を取る例文って今まで何回も見てるはずなんですが実はこれ共通点ありませんかこの動詞の意味です何でもこれるわけじゃないよね例えば eat 食べる スタディ勉強するそういうのがざっとの前で使われているのを見たことはないはずです。なのでこのこれい,いわゆるね一種の文系として考えて ZAZ を目的にとっている場合の動詞というのは共通の意味があります。はいそれは思う系言う系分かる系そういうふうに認識するとか発言するとかの動詞なんですよね。ざっくり言うと言う系 思う系、わかる系です。えー、認識です、ざっくり言うと。例えば言ったら、say。思ったら、think。believe。わ bel かる、find。know。ね、まあ、ここら辺は全部、そういうふうに認識してるということでしょ。これ、認識系の動詞っていうのが、ざっと説の前に来るので、このことを知っておけば、さっきの argue も、まあ、 ざっといかと科学者が言ってるのか思ってるのか、まあ、そういうの分かってるのかっていうね感じでいけるのねまあ今回のアーギューは主張するっていう意味なんで「い」形に該当しますはいじゃあまたますということでこのね接続詞の「ざっと」が目的語になってるっていうことからこの動詞の意味を今回は主張する「いう」っていいでしょということで科学者、えー、言ってる「ざっと」以下をですね ちなみにですね、訳のちょっとコツというかあって、ここサムっていうのが主語になってますが、サムをまんま訳すと、いくつかの、まぁ、あ、今回人だから何人かのって訳す人がよくいるんですが、何人かという日本語は、そうだね、えー、まあ4、5人とかそういうイメージありません例えば500人ぐらいいる、ね、人を指して何人かのって言わないでしょそう、なんでね、サムをそのままいくつかとか何人かってやると、ちょっとズレが出てくることがあるの。サムっていうのは、 こう全体がこうだとしたらこのまあ一部って言ってるだけだもんね,ねこれがもし全部が1万人ぐらいいてそれがね1,000人2,000人ぐらいいたらそれサムなのよ、えー、なのでねこういうふうに訳すのが一番無難ですざっといかと言っている科学者がいる、ね、そう何々もいるみたいな感じで後ろから訳し上げてあげるのが一応無難かなと思いますはいということで、えー、じゃあいきましょうかざっといかね これは EitherAorB っていう形で A か B のどちらかだですね。EitherAorB 大丈夫ですかここつなげてください。A か B のどちらか。まあ、これ知らなかった人はちゃんと覚えておきましょう。当然、Either がなくても A orB だけでもどちらかって意味なんだけど、まあ、Either が相方としてよくセット出てくる時が多いと。今から 2, 2者卓一しますよっていう合図なんですよ。 なんでこれ一応セットで繋げていきましょう。はい。でね。how reached。え、これ現在完了形なんで到達してしまった。ね。will soon reach。これは、soon が副詞なので、まあ、くり出すと will reach ね。まあ、間もなく到達するだろうと。これ二つがリーチ、どっちもリーチで、えー、同じ形、同じ動詞を並べています。で、到達してしまったか、もしくはもうすぐ到達するのどちらかだろうね。何にっていうのが、 What they call peak oil なんですね。はい、ここがおダッシュ。でですね、これポイントなんですよ。What they call peak oil をなんて訳すのか。これをよく熟語で覚えてしまっている人がいて、そういう人はね、What they call というのを見た瞬間に、いわゆるって訳すんですね。いわゆると。で、このいわゆるっていう訳を当てはめて、今回本当にいいだろうかっていうのをちょっと考えていきたいと思います。 で、そもそも、what they call, 言わゆるとかっていうのは何の話って思う人に向けて、まずこのね、よく学校で習うこの話を、えー、確認しておきたいと思います。では行きましょう。これ、どうでしょうかね聞いたことありますか ?what we call, what they call, what you call, what is called 何々。ここ何々ありますからね。ここに何々が来て、これを、いわゆるってやつで、いわゆる何々って訳すんだと。いわゆる何々。例えば、例文で、 He is what we, he is what you call a genius. 彼はいわゆる天才だ。ね、彼はいわゆる天才だ。こういうふうに習って、まあなんかマランキしている人多いと思うんですけども、まあ、ちゃんと確認しておきたいのが、まず、Watt h は必ずこう名詞の塊を作るので、この塊は必ず名詞です。名詞ということは、主語、目的語、保護になれるんです。今回は SVC。 B' 同士の主題歌が C で合っているので今回はこれですねでまず使い方確認しておきましょうかそしてなんでいわゆるっていう意味になるのかっていうその成り立ちをちゃんと理解してほしいんですがまず you call a「u c o r e j e n i s ここだけ見た時にあなたが天才を呼ぶっておかしいよねこれはあなたがなんかもともとここに目的表があって誰かを天才と呼んでるとつまり S'V'O'C' なんです誰かのことを天才ってほら イコールヒムトム。彼をトムと呼ぶみたいなのあるでしょ多い殺しね。誰かのことをイコール天才と呼ぶ。で、その誰かっていうのが、ぴょーんと前に行って、あなたが、その人を天才と呼ぶって感じ。で、このあなたって何っていうとですね、これは一般論なんですよ。これも全部そう。w e もも h e y も You も、誰か特定の人を指しているわけではなく、ここを一般論として使うと。 これはそもそもの話で、we, they, you これらは一般論で使うの知ってますかつまり漠然と people へそ、まあ、ちょっと違いますよ。例えば we って言うと、まあ、話し手を含む、えー、我々っていう感じで一般論で、they って言うと話し手を含まない誰々、ねえー、っていう一般論で,で、you って言ったらもうそういうね、えー、話し手を含むか含まないか関係なく、もう普通に聞くと。 聞き手を含む漠然、まあ、とした一般論という。まあそれ違いなんですけども、まあ、いずれにせよね、これは、えー、一般的な人。だから、一般的な人が夫婦を天才と呼ぶ。その夫婦が前に行って、一般的な人が天才と呼ぶところのもの。っていうことで、いわゆるなんですよ。これ、いわゆるってのは世に言うって感じでしょ。要は。だから、一般論なんですよ、もともと。っていうことでね。 えー、これらは一般論として使われているときは、いわゆるって訳したら、まあ、しっくりくる役になるよっていうことで、よくね、これは覚えましょうねみたいな感じでなるんですが、これって結局直訳しても本当はいけるんですよ。だって一般論が呼んでるものだから。ね、いわゆるってなるんです。受け身もそうですね。受け身ってことは、もともとの主語がま後ろに行って省略されてるんですけども、まあ一般論だから省略されてると思ってね、なんなんと呼ばれているもの。つまり、いわゆるってなると。はい。 で、今回のように、いわゆるって訳すときは、今言ったこの一般論っていうのがね、キーなんですよ。いいですかはい、では、持っますよ。だから、これ、what t h e call it、いわゆるってパッと訳すっていうことは、これは一般論的に言ってるっていうことなんですよね。でも、本当にそうかしらどうですかね ?what t h e call ピ it, も,もう一回、差し掛けますよ。Some scientists have argued that we either have reached or we will soon reach They call この「they はここ指してるんじゃないですか科学者科学者が使っている言葉で言うところのピークオイルなんですよねなんで別に一般人全員科学者みたいな感じではないので今回に関してはこれを「いわゆる」というように訳さずにちゃんと代名詞として彼らが呼ぶところのピークオイル、ね、もしくは彼らがピークオイルと呼んでいるところ に到達するそういうふうにした方が正しい役になるかなと思います。OK! ちなみにピークコイルっていうのは、ね、石油ピークっていうね、なんかあるらしいんですけども、えー、これちょっとよくわかりますよね。まあでも引用してるからこうピークしてると思うんですね。要は、引用符を表してると。科学者がピークコイルってよく使ってて、そのピークコイルっていうのを引用してきて、まあ彼ら、科学者たちがピークコイルと呼んでるところに到達すると。うん。ピークコイルと何でしょうかね と、はい、いうことで次の文をまた別の動画で上げていきたいと思うんですけども、えー、大丈夫ですかこの、えー、一般論かどうかっていうのはちゃんと考えた方がいいです特に善は注意ね We とか You とかだったら、まあ、結構いわゆる「ですんなりいくんだけど善の場合はこういうふうに指してる場合はねいわゆるってやっちゃうとちょっとずれるかなと思うんで、まあ、代名詞が指すものがあるかどうかの確認、えー、必ず行うようにしましょうはいということで今回の英文は以上です